ちょっともう禁止してたんですけど、っていうか食べれなかったんですけど、今までね、ちょっと前にやった日本の朝食、1週間日本の朝食生活、納豆、味噌汁、ご飯だけで1週間過ごすっていうのをやって、1年2年ぐらい納豆食ってなかったんですけど、解禁します。水溶性食物繊維が豊富ということで、で、まあ、今回作るのはリュウジさんのね、納豆、納豆ご飯作ります。このぐらいだって使ってる。意外といけたな。ご飯ですね。白いの全部こっちに入れます。ここに卵黄、まあこれはこのまま混ぜると、ごま油、こんなもん、味の素、でこっちも混ぜていきます。いやい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 いや、黄金納豆ご飯完成。こちらどうでしょうか。どうなんすかね。行ってきますか。行きますか。いただきます。うん、ごちそうさまでした。いいね、いい、よかった。
この間ちょっとだけニンニクケチャップ、まあこんなもんか、天つゆ、全く飛ばない。まあこれももうこれも入れちゃいます。はい、残ったカレーで作ったドライカレーですね。いや、うまそう。うまそう。はい。はい。いただきます。で、まず普通に、普通のところから。うん。うん。美味しい。味薄め。塩、一振りぐらいしかつけてないよ。うん。うまっ。うわ。完璧。完璧でしょ、これ。よし。うん。うまっ。カレーと一緒にいきますか。うん。これはもう間違いないわ。この裏のカリカリ感。うん。1050円並み。なんかいつもはね、ご飯炒めてる上に直でカレーとかかけてたんですけど、その上に卵とかかけてチャーハンみたいにしてた。べっちょべちょになってたんだけど、まず具材を炒めてそこにカレーを入れてカレーペーストみたいにした状態でご飯を入れて混ぜるとべちょべちょになりにくいですね。パラパラです。だって結構パラパラじゃないこれ。ほら、ちょうどいい感じ。ね、ほら、ね、いいっすよね。うん。うまっ。だってもう、これ一日中ずーっと含んでたい。含んで暮らしたい。このカレードリア含み生活。